ストはデビュー10周年を迎えた乃木坂46。この春高校を卒業、初主演映画の公開を控え、俳優としての顔も持つ岩本蓮加。そして昨年副キャプテンに就任した梅澤美波。最新シングル「アクチュアリー」の選抜メンバーから3期生2人が69号室へ。この2人で動くことって結構あるんですか？お仕事で2人だけっていうの結構珍しいんですよね、うん、あ、そうなんですか。なかなかレアな組み合わせです、うん、山本さんっていくつで入ったんですか？12歳で入りました。 12？ そうなんです。うん、卒業して間もないぐらいでしたね、小学校。うん、梅澤さんは？私は17歳の高校3年生で入りました。でも中1とか12歳からしたら同期とはいえめちゃくちゃお姉さんにじゃあ見えた。うん、お姉ちゃんが2人いるんですよ。あ、なので年上のお姉ちゃんたちっていうのはすごい慣れてたんですけど、はい、でもやっぱちょっと世界が違ったので、うん、なんかお姉さんっていうよりももう本当大人の女性たちっていう感覚がすごいあったので、はいはい、ちょっと自分と違うなとは思ってました。あ、梅田さん覚えてますか、その最初に岩本さんに出会った時のこととか？はいはい、覚えてます。本当に少女みたいでした。はい、もう子供だったよね当時は。多分お仕事のこととかも本当に、まあ、みんな分かんなかったですけど、うん、流されるがままだったんですよ。そうなんです。周りにね、はい、岩本さんもこの春に高校卒業？そうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。すいません。すいません。ありがとうございます。私が卒業したってすいません。すいません。わざわざ両立がね、はい、頑張りました。まあね、そうっすよね。もう考えられないです本当に。それ間近で見てたわけでしょ？見てました。レポート隣でやってたりとかしてたので、うん、でだからまあ中学高校だから6年間をそうですね、うん、乃木坂と共に歩んだわけで、うん、同級生のことは多分違うその中学高校生活に多分なってはずじゃない。そうですね、羨ましく思うこともありましたね。うん、これからはだからそのグループに専念。うん、そうですね。ってこと。はい。という今の心境としては、うん、どんなお気持ちなんですか？だいぶ解放された感じですよね。やっぱりなんかこう休みの日でも高校行かなきゃとか、はい、あの課題やらなきゃとかやっぱあったので、うん、そういうのがなくなるっていうのはすごい、ちゃんとお仕事のことだけ考えられるっていうのは。うん、いいなって良かったです、うん、で梅澤さんだって副キャプテンにね、はい、就任されて、はい、おめでとうございます、ね、おめでとうございますでいいんですよね。なんかそうどうなんですかね、はい、あれで当然そのグループに対して何か例えば思うこととかも言わないといけないだろうし、そうですね、考え方とかはすごく変わりました。その、はい、何を第一に持ってくるかとか、先輩後輩との、まあ、なんだろう、架け橋になりたいというか、なれたらいいなみたいなのがあるので、うん、先輩が思ってることがこういう風なんだ、後輩が思ってることはこういうことなんだとかっていうのを自分の中で、ああ、みんな今こういう風に思ってるんだなとか、まあ、考えることが、まあ、メンバーのことが第一になるようにはなりましたね。岩本さんから見るその梅澤副キャプテンはどのような？真面目ですし、すごくしっかりしてるので、なんだろう、すごく適任だなとは思ったんですけど、うん、はい、ちょっと心配でもありますね。どういうところで？抱え込んじゃうところとかもあるし、やっぱすごく考えちゃうような性格でもあるので、同期だけでもちょっと話してほしいなとか思ったりします。うん、話せてんの？話せてます。でもそれこそ、そうだよね、本当にプライベートでめちゃめちゃ仲いいので、うん、よく私の家にも遊びに来たりとかもするので、まあ、そういう時にいろいろ聞いてもらったりとか、なんかその本当に同期の存在がめちゃめちゃ力になってるっていうところはあるので、それで頑張れてるなっていうのは思います。うん、グループとしてそのこれだけはやっぱり保っておかないといけないなとか、うんうん、でも挑戦することも必要だしとか、はい、それは例えば梅澤さんとかは、はい、何か今の言葉で思うこととかってあったりは
します。そうですね、でもやっぱり中にいる自分たちが一番乃木坂らしさって何なんだろうって思うんですよ、うん、ね、まあ、それこそ、まあ、スカートの丈の長さとか衣装のイメージとか楽曲のイメージとかっていうのはやっぱ初期から先輩方がこう積み重ねてきてくださったものがあると思うんですけど、うん、そこに何だろう、執着しすぎない方がいいんだなってうん、っていうのにたどり着いたというか、うん、なんか自分たちが考えすぎてもそれはらしさにならないし、うん、やっぱ外から見てくださってるファンの方とかが一番感じると思うんですよ、うん、これが乃木坂らしさだよねとか、はい、これがやっぱ乃木坂のイメージだよねとかっていうのがあると思うので、まあ、それこそ新曲のアクチュアリーとかは、うん、まあ、だいぶこう今までのイメージとはちょっと違った締めた感じの楽曲なんですけど、多分披露を重ねていく中で、あ、乃木坂らしさになってきたねみたいのにつながると思うので、まあその新曲のアクチュアリーはまあ本当あんまないシリアスさだったし、はい、岩本さんはどうですか、アクチュアリーを初めて聞いたタイミングとかってどんなこと思うんですか。いや、なんですかね、アーティストみたいだなってすごい思いましたね。なんか歌手の人が歌うみたいな、なんかアイドルっていう感じよりはって思ったんですけど、はい、新しいことに挑戦するたびにどうなるんだろうっていう思いは必ずついてくるんですけど、うん、実際こう私たちがやってみると、はい、声が入ってみるとやっぱ乃木坂だなって思えるので、うん、梅沢さんはどうですか、初めて聞いた時の印象って覚えてますか。私は今までの多分表現の仕方とはまた違う見せ方を求められるんだろうなと思ったので、うん、まあ、いろんなお仕事とかいろんな現場で多分吸収してることがあって、はい、それをここで出していく場になるんだなって思いましたね。それぞれ何枚か携帯分かれて発売される中のあの曲、アップルミュージックだと7曲目に入ってるやつ、むずんない、むずんない、私たちの方がね、あれだね、うん、あの好きになってみた、なってみた、 あれはもうみんなが思い描く乃木坂46って感じで可愛らしいし、ライブとかでもすごく盛り上がるのも見える、ちゃんとあるんですよね、はい一番ね、一番こう、はい、まあ、プロモーションとして一番出ていくのはアクチュアリーなんですけど、はい、その中に行けばあるんですよ私たちがいるんですよ、いや、そこまでね見てほしいよね、ですよね、はい、一瞬ジャパネット梅沢さんなのかなって今思ってあるんですよあるんですよ、あるんですよ、しっかりある。今日はですね、はい、まあ、企画、おー、用意させてもらってるんですわ。はい、やりたいですか。やりましょう、ぜひぜひ題しまして、はい、岩本の下克上打倒梅沢三番勝負なんだなんだ、梅を倒すの、倒すのか、まあ、梅沢さんにも昔から多分よくはしてもらったでしょ、いろいろね、可愛、はい、がってもらってました、ね、ちゃんってやってたんですけど、こんな大きくなっちゃいました、ね、でそろそろやっぱ、はい、その岩本さんもね、いや私だってもう大人になりましたよっていう自覚も正直芽生えては、うん、そうですね、まあファンの人が思ってるよりはだいぶ大人になったのではと思います、でやっぱ今日もこういうねお二人でも来てくれてるし、そういう副キャプテンに対しても、はい、私はなんかもうすごいちゃんとした一人前なんですよって見せたいでしょそうですね、それを見せてもらうという、でそれを対決形式です。お、山本さんをしっかりともう倒す。わかりました。打倒梅沢。そうです。梅沢さんを受けて立つ。はい、受けて立つ。そう。一歩目の対決はこちら。遠山を喜ばせろ。出前対決。出前、もう不能ですね、なんか。でしょ。はい。僕に、今からのもう頼んでいただいて、はい、何でもいいです。はい。はい、それを、僕が判定させてもらうという。自信のほどはいかがですか、お二人。ちょっとでも、はい、デリバリーとかそういうの詳しいんですよ。私大好きな食べ物とか、はい、大好きなんですよ、はい、自信ありますなので、ある、はい、ここは譲れないなと。食に興味があんまりないのですが、はい、がちょっと自分なりに頑張ったので、一緒に食べるときはすごい食べさせます。そうですね、食べさす、ね、なんかフードファイターかなんかにさせようとして、でもフードファイター並みに食べるよね、食べんの一緒の時は、一緒の時はデリバリーしたりもしますし、じゃあまず
岩本さんからいきますか。はい、岩本さんのじゃあ品をお願いいたします。お願いします。お今来ました。これ来ました。はい、これはバナナジュースです。あ、うん、僕ね甘いのめちゃくちゃ好きなんです。うわ、よかった。毎日食べたり飲んだりしてるんです。うわ嬉しい。これは相当相当です。よし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 。ちょっとじゃあいただいていいですか。はい、甘いの好きって言いましたけど、うん、思ったより甘くないあれいいんですか。あれさっぱりってことですか。あ、だけどさっぱりってよりもでもなんかね、もっとバナナしてんのかなと思ったんですけど、バナナの風味がありで結構クリームっぽい味かな。私バナナジュース大好きなんですよ。はい、うんうん、あ、美味しいすごい、もうなんかバナナをそのまますりつぶしたドロッと感ですよね。うんうんうん、女子が好きそうなね、うん、だってバナナいるもん。バナナいる、うん、さあそれではじゃあ今度高校の、はい、梅沢さんの品はこちらだ。何でしょうこれは。開けてみてください。いいですか。はい、QBT と書かれてる。あら、はあ、究極のブロッコリーと鶏むね肉。 QBT はそういうこと。そういうことです。おお、はあ、はい、っていうところの、まあ、いや私調べたんですよ、遠山さんの好きな食べ物なんだろうと思って。乗ってました。僕の好き乗ってないんですよまあ誰もが美味しいって食べてくれるんじゃないかというか、まあ、素朴な一周回っていいんじゃないかと思ってこれを選びました。うん、塩ごまシーズニング。塩ごまシーズニング、これもめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんすかシーズニング。まあちょっと食べてみてくださいいきます。どうです、美味しいですか。マイクの本気のやつだめちゃくちゃうまい。嬉しいですよね。でちゃんとやっぱ味もしっかりしてるから、はい、満足感もすごい。そうなんですよ岩本さん。すいません、ちょっと今その塩かけてるかけたとこ見せてもらっていいですか一回見せてください。はい、局地的にいっちゃうんだよなこれなんか全然いやもうすいません、もう言っときます、負けですそれ第一対戦は。はい、まあいただいてください。美味しそうな鶏肉だ、はい、これ甘いわ。あー、ありだよね。そうなんですよ。え、濃厚。柔らかいよね。うん、うん、うん、美味しい。なに、すごいんだけどこれ。うん、これ負けだあ、認めちゃってる。負け認めるでいいっすね。はい、乾杯ね。乾杯です。オッケー、改めて梅沢さんの勝利ありがとうございます。はい、3本勝負ですから。そうですね、まだまだチャンスありますから。そう、岩本さんこっから巻き返すのはいくらでもいけるから。はい、頑張ります。第2対戦目はこちら、可愛く撮ってプリティーポートレート対決。はい、写真だということで岩本さんが割と目が輝いた感じがしましたが、カメラが趣味なんですよ。お、どういうの持ってるんですか。まあ、一眼とかフィルムとか、はい、結構持ってて、はい、レンカメラレンカメラって言われるんで、うん、そのぐらいちょっと自信につながる趣味ではあります。はい、対決方法といたしましては、はい、お互いを撮ってもらいます。おお、あ、よくやる。相手を撮ってもらう、はいはい、で、よりもう可愛い、より綺麗っていうので僕が最後判定させてもらうということになります。なので、はい、まあ、この部屋の中でもいいですし、はい、これ開けて出ると結構広めのテラスあるんで、はい、で今日天気もいいですし、いいですね、それを使ってもらってもいいですし、お、良さそう。はい、セットが可愛いんで。まずは梅沢みなみが岩本蓮香を撮影。どっち向きですか。こっちですか。ここですか。はい、早いの。ありました。もう可愛いです。たくさん出てる可愛すぎるな。着る、ちょっとなんか枯れシャツ的な。あ、狙ってサイズの大きいの着ちゃってるよみたいな。かわいい。いつもと一緒に。あー、いい感じですちょっと待ってよ。いい感じ、いい感じ、うん、続いては岩本蓮香が梅沢みなみを撮影。めちゃくちゃ開放感うわっ、すっごいよ。あ、それいいね。あ、いいね、いいね。空と、あ、
よあ、上向いてんのいいよ。よし、来た。かわいい。果たして2人はどんな1枚を選んだのか。ちょっと迷うな。あ、かわいい。迷うのよ。迷う。ということで、はい、じゃあまずは先行の、梅澤さんが撮った岩本さんの写真、はい、厳選に厳選を重ねた1枚、重ねました。じゃあ見させてもらいます。こちらです。うわかわいいね。そう、梅がこういうの好きなんだよね。レンカのそういう、あ、そういうのある。そうなんですよ。私がくしゃっと笑った顔とか、はい、ちょっとあざとい感じの顔してるの好きなんですよ。この目線って意外とメンバーでも撮れないんですよ。これ上からめちゃめちゃ撮ってるんですけど、はいはいはい、背高いのを生かしてもうリオ生かして彼氏目線みたいなので撮るのがやっぱ一番可愛いですね。 OK です、分かりました。じゃあ続いて高校ね、はい、山本さんが撮った梅澤さんの写真、はい、自信はある？ありますね。ちょっとカメラマン風に撮りました。撮りました、ね、OK です。じゃあ見せてください、こちら。はい、もう写真集かのような、あ、縦で撮りましたね。2冊目の写真集のじゃあ表紙ってことでこれいや画角がすごいね。そう、なんか上を多く写した方がやっぱ映えるので、はい、ちょっと空を多めに入れて、はい、梅がインスタグラムで使うような写真を撮りました。そこもちゃんと見越してやっている、はい、すごいいいです。これは、はい、やった。やっぱ余白の使い方がねうますぎますよね。確かにね。 OK、 分かりました。じゃあ、僕がですねどちらが良かったかを判定したいと思います。どちらも甲乙つけがたいが高校の岩本さんが取ったやつ。おー、やったー。確かにうまい、はい、やっぱり。ありがとうございます。さすが、あの写真撮られてる方で OK、はい、一勝一敗。おー、いい勝負。ラストの対決こちら、ガムシャラに生き残れツイスター対決。ツイスター、ツイスターやったことあります？ないです。ない？はい、体硬いので、はい、結構不安です。まあ、梅よりは体柔らかいので、はい、ちょっと自信ありますね。これはいけるのでは。じゃあこの後対決、はい、いくぜ、いくぜ、いくぜでは、はい、一勝一敗でたどり着きましたこの対戦、はい、これに岩本さんは勝てば、はい、下克上となるということを受け入れてください。なるほど、はい。で、梅澤さん、梅澤さんで、はい、負けるわけにはいかない。これに勝ったらずっとまだお子ちゃまでいてくれるってことですもんね。そうです。なるほど。じゃあ絶対勝ちたいと思う、はい。で、さらにちょっとルーレットがあってね、紫のこのゾーンもあるんですよ、はい、で、紫これ雲のね、雲っぽいやつだと、はい、浮かしてくださいってこと。うわー、うわー、きつい。左手をとかってことですか？そうです。あ、なるほど。右足浮かしてとか。うわ、であともう一個なんか紫でね変なのがあるんですけど、はい、これはなんか僕が、指定していいらしいので。うん、どういう、何が出てくるかは分からないですけど。え、なんだ、絶対そこだけは避けてください先行は岩本、高校が梅沢でゲームスタート。じゃあ、え、怖いな。ツイスター対決、はい、いきますよ。先行、じゃあ岩本さん、はい、まず俺はルーレット回します。ソレイ、赤でしょ。左手を赤。左手を赤。うわ。ああ、もうでも、どうやったらさ自分にとって楽なのかな。足はもうここ今くっついてますか。はい、でもここに乗ってればいいですよね。左手ですよね。はい、もう結構じゃない？だよね。うん、でもまあ真ん中の。この後のことも考えて。じゃあここら辺にします。いいです。おお。じゃあ梅田さん。え、意外と遠い。ね。いきなりあのこれが出ちゃった見えちゃったでしょ。見えちゃいました。右手を緑色の円に置いて、はい、あなたのお気に入りの歌を口笛で吹いてください。口笛できる人だっけ。できる、できる。あ、できるんだ。右手を緑色ですに置いて、置いた瞬間に口笛をお願いします。はい、置いた。おお、いいっすよ。これいつまでやるんですか。じゃあ次ね、行きますよ。あれ、ちょっと、え、住んでますか。磁石がついてるかもしれないです。じゃあ、岩本さん、はい、左足を黄色の円、
あ、置いてある？乗ってます、ね、置いてるか。置いて、はい、モノマネをしてください。モノマネめっちゃ恥ずかしいじゃん。頑張っ、いきます。はい負けでいいんですか？負けでいいんですか？すいません、5年越しぐらいに5年越しのモノマネ。あのね、橋田真奈だよ。まあ笑ってあげてください。あの、え、橋田真奈ちゃんのモノマネをする八代優さんのモノマネなんですよ、一応。はい、はい、なので、わかりました。モノマネとしては負けですけど。負けなんだ、はい、負けなんだ。ツイスターとしては、まあ、はい、どこ、そうですよね、やりましたから、はい、まあ、絶対そこ止めないでください。もう岩本さん、左手黄色。この後も順調にゲームを進めていく2人。しかし中盤、梅沢に立て続けに試練が。左足黄色。うわぁ、どうすんの、どうすんの、どうすんの。ダメよ、左手離しダメよ。はい、赤についてます、はい、頑張って。動かない、動かない、頑張って。せーの、よいしょ。いい、ちょっとこれこれも持たないぞ、これ。もう何か痛いのか。梅沢さん、はい、左足を浮かしてください。無理です、無理。あ、軸の、ちょっと待って、頑張って。左足を浮かす、そうだよ、ずっとですか。はい、ちょっと待ってください、せーの、はい、はいはい、早く早く早く、はい、早く早く早く、気がついてないですか？ついてない、大丈夫ですね。はい、山本さん、はい、山本さんは割と楽だね。そうですね、今右足は赤です。はい、はい、楽。ちょっと待って、梅田さん、明日の仕事大丈夫ですか？やばいです。あはっ、ちょっと待って、怖い怖い。梅田さん、はい、右足を浮かしてください。マジで出た、これ、マジマジ、行ってみよう。頑張って、行ってみよう、頑張って、うん、終了。すごすぎる、足の攻撃すごい。こんな過酷なゲームなんですか？ってことで岩本さん、見事下克上達成だ。やった、大人だな、参りました。岩本さん、今のお気持ちは？いや、最高の気分ですね。最高の、はい、じゃあ甘やかしてはほしいんですけど、これからもね。そうですね、はい、でもちょっと子供扱いはやめてほしいなと思います。わ、うん、かりました、はい、甘やかしながら見守りたい。映画のお話をこんな感じで。確かに、この中で。いやいや、こちらこそ。ただ岩本さんがね、はい、映画、そうなんです、主演ですもんね。そうですね、ありがとうございます。就活アドバイザーのお話、うん、はい、就活はその就職活動じゃなくて就活ですね、うん、その人生の終わりに向けての、改めていかがでしたか、まずその主演されてみて。映画とかそれこそ本当に初めてだったので、どういう風に進んでいくかとかも本当に知らないまま現場に入って、すごく難しかったなっていうのが率直な感想なんですけど、でも終えてみてすごくやっぱり学んだことが多くて、新しい自分に出会えたみたいな感覚がすごくあって、実際こう梅とかも見てくださって、なんか感想を言ってくれるたんですけど、なんか梅から言われてすごく嬉しくて、泣いちゃったって言われて、そういう言葉がなんか本当に達成感っていうか、本当にやりきることができたんだなって初めて実感できたので、すごく嬉しかったですね、うん、まあ距離が近いのもあって、なんか作品に入り込むっていうよりは蓮華のことをすごい見ちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、なんかしっかり物語に入り込めて本当に泣きました。なんかこの映画すごい桜がね、なんかキーになってくると思うんですけど、多分毎年桜見るたびに思い出すだろうなって思うぐらい、すごく心にくるものがありました。ありがとうございます。自分の人生と向き合うちょっとしたきっかけみたいになればいいなって思います。でもなんか負けましたけど、勝負に、はい、なんか大人になってほしくないので。私の前ではちょっとなんか妹みたいにいるんだよっていうことです。分かりました、分かりました、分かりました。素直にそのまま分かりましたね。でも甘えられる存在なので、あ、きっと変わらないと思いますね、関係性は。しっかりね、グループも引っ張っていけるように頑張っていきたいと思うので、ずっと応援しててほしいですね、ファンの方にね。はい、
じゃあそのような気持ちを持って、はい、また遊びに、はい、ぜひ来てください。ありがとうございます。待ってます、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。カメラに向かってこうシャドウ69号室の住人、次回はカナブーン。